キウイとグレープフルーツとアスパラのジュースとザクロビネガー。コミュニナリティテーブルとなって前のパーティーだったりとかっていうのを行うことができるようにそのようなサイトとなっておりまして、はい、まず入り口ここがトークショーがのお部屋がありまして、はい、ルームからのヘアサービス、はい、ヘアの前髪カットサービスが行うものを受けることができます、はい、ルームナンバー3は長沼しずきと着物の展示、はい、浴衣のお土産というものルームナンバー4番はウェディングドレスショップです。ルームナンバー5番は5分でできるヘアアレンジサービス。こちらはメンズのショップ、あメンズの衣装であったり、他にも、はい、他にもスキンケアをしていただきたいんですけれども、はい、男性のブライズメイドアッシャーをご準備させていただいておりまして、でもお友達が一緒に楽しい、下はドレスショップ全部準備させていただいております。このドレスは、そうなんですね、はい、レンタルです、ね、もうできる、はい、できます。そうなんですね。縫ってあるので、はい、刺繍してあるのでちょっと軽くここら辺をビーズでちょっとキラキラにしてみたりとか、女の子が大好きなハートシェイプで、はい、胸のところをビーズで留めてあるとすっきりと、はい、はい、衣装のこちらお部屋、本当フィッティングルームと体験することで、はい、こちらが弊社ラブウェイになってください。いや実際に、お客様、お嬢様とご主人様がフィッティングのお部屋になっておりまして、うん、ソファーの方準備させていただいております。 はい、あとはご両親を連れてこられた際にちょっとスペースご準備させていただいております。個性的で素敵ですね。いつも新しく新作でね、すごい素敵です。ブライダルヘアメイクアップルームとなっております。はい、いただいております。はい、担当させていただいております。あ、そうなんですね。それが隣の前髪切ってるんです。あ、そうなんですね。すべて当社のスタッフでブライダルでもしっかりめなヘアセット、はい、結構皆さん生まれる方がやっぱり多いので、はいはい、結構仕上がりはナチュラルなんですけど、うん、でもどこかデザインが多くて、はい、すごい素敵ですよね、本当。はい、失礼します。はい、ちょっと開きますね、また。ここのビルの中に美容室が、そうですね、2階。特に結婚式する、よろしくお願いします。と言ってホットステンセラピー、はい、このまま撮りますね。はい、これは長沼しず着物のデザインのブースになっておりました。はい、こちらの方が伝統工芸コーナーが、こういうのしてもすごく、あー、こちらのあんまり大丈夫です、ありがとうございます。早速始めてまいりたい。各地で展開する長沼しず着物学院をはじめ、皆様本日は、こんなにも大勢の方にお集まり、月曜日にですね、こちら渋谷の新社屋来ました。そうですね、今日ね、ご覧になっていかがですか。もうアメリカもそうだし、うん、なんかこう、なんていうんですか、予想ファッションの、まあ、結婚式の時のスタイルとか、はい、すごいね、はい、まあ、今日、後からも新しいそのウェディング界の、はい、なんか波をね、今ウェディングショップになっている横浜に、横浜、うん、寒いこと言ってるかもしれないですけど、それはそれで、まあ、でもそこがいつも書いてるんですよ、うん、で、華やかで綺麗なのはジュリアを、4が男性、そのくらいのするというのがコンセプトで、はい、新郎新婦たち、ご家族、はい、小さいお子さん、例えばご親戚とかね、うん、だと思うんですよ。海外ではあったと思うんですよ、うん、ちょっとちぐはぐな人だったりとかいっぱいいるとすごいいいことだと思います、ね、最近はブライダルをご用意させていただきました。ジャケットの色と合わせてたりとか、はい、あと指輪
やりすぎない方がいい、でもこのカラーメイクチームが5分で、はい、できたんですか今。私は、はい、やってもらいました、はい、そうなんですよね。ぜひ下で決めて、あとはここに来ると、ネクタイだけ揃えるような、なんか調体だけがね売ってたり、友達同士のおしゃれも楽しめるし、うん、もちろん新郎新婦もね、なんかおしゃれも楽しめる、はい、最後の最後なんかちょっとなんか二次会から紺のネクタイにするので、はい、なんか本当にいろいろこうフル活用していただいて、